広島地方裁判所は、広島県広島市にある日本の地方裁判所の一つで、広島県を管轄している。略称は、広島地裁。広島県を管轄しており、広島地方裁判所には、広島市に置かれている本庁のほか、呉市、尾道市、福山市、三次市の4市に、地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の5箇所に加え壁、 大竹市、竹原市、府中市、東広島市、小原市の6カ所を加えた11カ所に簡易裁判所を設置している。また、広島第一、広島第2、呉、小尾道、福山、三時の6つの検察審査会も設置されている。なお同じ建物の中には、広島高等裁判所があり、敷地内には、広島への原爆投下によって犠牲になった。 広島の裁判所関係者や広島弁護士会関係者の名前を刻んだ原爆物故者遺霊碑がある。また周辺には広島高等検察庁、広島地方検察庁や広島高知署など、司法行政の施設が集まっている。本庁呉支部をの道支部福や真支部三次支部、ただし裁判員の参加する刑事裁判、行政事件、呉、三次の 各支部管内の執行事件、三次支部管内の合議事件は、本庁で、尾道支部管内の執行事件、合議事件は、福山支部でそれぞれ取り扱う。任期の後ろは5色。ありがとうございます。